では続いて街角中継です。宮崎科学技術さんから岡ファーさん、そして竹下凛さん。はい、私たちは宮崎駅の近くにあります宮崎科学技術館に来ております。おーい、こんにちは。 UMK 新人アナウンサーの竹下凛と岡ファーエニスコーです。よろしくお願いします。突然ですがコオロギさん、はい、コオロギさん、はいはいはい、ロケットが飛ん打ち上げられている姿って見たことありますか？いきなり振られましたね。 ないと思います。テレビではあります、うん、あ、そうなんですね。今回なんとこのロケットがなんとなんと来週水曜日の11日にお隣の鹿児島県種子島から打ち上げられる予定なんです。ということで今日は宮崎科学技術館にてこのロケットについて詳しく教えてもらいます。宮崎科学技術館の赤井田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お邪魔してます。今回打ち上げられるロケットはどんなロケットなんですか？はい、今回打ち上がるのがここにあります H2A ロケットというものになります。 H2A という名前なんですね。はい、でその隣を見てみますとこのように模型があるんですが、これは H2A とはまたちょっと違うモデルの H2 というロケットなんですよね。はい、でロケットの中ってこんな感じに赤井田さんなっているんですね。はい、実はそうなんです。実はこの辺りから、はい、この辺りですね、ここまでは全部燃料やエンジンが積んであるところになってまして、打ち上げられる段階でちょっとずつ分離していって、はい、最終的にはここですね、衛星が積まれているメイン部分、ここだけになるようになってます。そうだったんですか、知らなかったです。じゃあ今回打ち上がる赤井田さん、 H2A はどういう役割のロケットなんでしょうか？はい、今回はですね、国が打ち上げるロケットとなってまして、国の情報収集衛星がこちらに積まれてます。今後国を守るような、一翼を担ってくれるような衛星が積まれているものになってますね。だいぶ重要ということですね。そうですね。このロケットが打ち上げられている姿を見られるのってとっても貴重なことですか？そうですね、今回打ち上がる H2A ロケットなんですけれども、今回49号機が打ち上がるんですが、次回の50号機で一応引退といったことに予定になってます。そうなんですか。そしたら今回打ち上がって、うん、そしてさらに次もう一度打ち上がった時が最後のこの H2A ロケットの打ち上がった時なんですね。そうですね、年内に打ち上がる50号機で一応一体ということになってます。じゃあ H2A の打ち上げが終了したらその後どうなっちゃうんですか？そうなんですね、 H2A の後なんですけれども、はい、実は今度は H3 という新しいロケットが飛ぶことになってます。じゃあ世代交代という感じなんですね。そうですね、はい、前向きに捉えていただければと思います。そうなんですね。でもこの H2A が飛んでる、打ち上げられてる姿ぜひ見てみたいなって思うんですけれども、これ宮崎から見ることでできるんですか？はい、実はできるんですね、こちらですけれども、11日、こちら今から出てくるんですよ。こちら日南海岸堀切峠のあたりで撮影したロケットロードになります。実は宮崎市内から見ていただくことができます。はい、何時頃でしょうか、来週の？そうですね、来週9月11日水曜日の13時から15時の間に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定になってます。じゃあ宮崎から南の空を見ればいいと。そうですね、いうことですね。はい、南の空の開けたところを見ていただくと、はい、うん、あの白い雲の筋のようなものが見えると思いますので、そちらよろしければ皆さん見てみてください。ですって、皆様コオロギさん以外にも今までロケットの打ち上げ見たことがないよという方はぜひ来週11日午後1時から3時の間、南の空を見上げてみてください。結構幅あるんですね。この後も赤井田さんと一緒に宮崎科学技術館からお伝えします。では再び街角中継を呼んでみましょう。岡ファーさん、竹下さん。はい、引き続き街角中継を宮崎科学技術館からお送りします。今私たちは、次はみんなの工作室からお届けしますよ。引き続きお世話になります、宮崎科学技術館の赤井田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今ですね、岡ファーさんが何やら
紙筒ロケットというものを作られてまして、うん、こちらの紙筒ロケットはこちらの宮崎科学技術館で9月8日日曜日、そして9月29日日曜日に開かれます。紙筒ロケット作りで皆さんが作られる予定のものなんですよね。はい、そうですね。こちらの紙筒ロケットって一体どんなものなんですか？はい、その名前の通りですね、紙、今回は折り紙なんですけれども、折り紙を筒状にしたロケットを作成してゴムの力で飛ばしていただくといったものになってます。面白そう。そうなんですね、すごい楽しそうです。あ、出来上がりました。簡単ですね、そんな時間もかからないです。そうですね、思ったよりもこう、はい、すぐ短時間で。そうですね、簡単に作っていただけるかと思います。ちょっとこれじゃあ実際に飛ばしてみようと思います。こちら名前をつけました、はい、H24 です。よじどきですから H24。 なるほど、はい、そんなうまいこと言ってないからね。番組やがある。 H24 です、よじどきだけに。じゃあ飛ばします。的めがけて、はい、お願いします。あの的の中心、はい、狙いますよ。いきますよ、いきますよ、早く行って。ちょっと待ってください、もう一回行きましょう。もう一回行きましょう、もう一回行きましょう。ね、ネーミングとともに不発ですよ。思いっきり、思いっきり当たるまで、当たるまで行きますよ。はい、番組名とかけて落ちるじゃダメだよ。中心ですよ、意外とこれが難しい。はい、ちょっと宇宙ですね。気になりますけど、もう一回、もう一回、もう一回。あのイベントはお子さん向けのイベントなんですよね。そうですね、今回お子さん向けのイベントになってます。お子様も楽しみながら簡単に作っていただけるかと思います。そうなんですね。他にこちらではどんなイベントが開かれる予定なんですか？はい、今月の21日土曜日、22日日曜日には青少年のための科学の祭典宮崎大会が開催されます。2日間でおよそ30ものブースが出展されまして、中には佐土原高校さんのプラスチックを溶かしてキーホルダーを作ってみようといったものがありましたり、宮崎北高校さんの太陽観察会などが予定されてます。私もこの年になるとなかなか科学触れる機会ないんですけど、実はすごく高校の頃科学好きだったんですよ。はい、ちょっと元素記号が覚えられなくて、好きなのかな。あ、そうです。こちらは科学ですよね、サイエンスの方のね。そうですね。なるほどなるほど。でも、まあ、なかなか元素記号とか覚えたりするの大変だと思うんですけれども、はい、今回のイベントに関しましては、まあ、楽しみながら実験とか工作を通して科学に触れていただくというものになってますので、よろしければ楽しみながら科学触れてみてください。他にも、はい、おすすめのイベントがあるんですよね。そうなんですよ、実はロマンティックなオカファーさんにおすすめのイベントが今度開催されます。今度は9月の15日日曜日に星空のと音楽の夕べという大人向けのプラネタリウムが開催されるんですよ。楽しそうですね。これってあれですか、あの、なんかご家族と言ってもいいし、まあ、大切な方と言ってもいいし、そうですね、ご友人と遊びに行ってもいいし、私のように一人で鑑賞しに行ってもいいということですか？もちろん一人の方も大歓迎でございます。いいんですか？はい、それは嬉しいですね。ですので、こちら宮崎科学技術館、子どもから大人まで楽しむことができるイベントが目白押しということですよね。はい、そうですね。皆さんもぜひ遊びに来てみてください。ここまで中継で宮崎科学技術館から赤井田さんと一緒にお届けしました。すごい、イベント盛りだくさんだ、ロケットも見ないかんしね、作ることもできるし、ね、はい、ちょっとね、科学に触れたりとかね、ちゃんと的に当たったのかっていうのが分からなかったですけど、ね、先輩を見に行きましたもんね。そうそうそう、ね、科学の祭典も高校生がいろんなブースを出して、ね、子どもたちがいろんなの見て何かこう科学理科を好きになるきっかけになると思うんで、ね、そうですね、あとこう秋の夜ね、しっとりプラネタリウムというのもいいのではないでしょうか。今日の街角中継、宮崎科学技術館からお伝えしました。